はい、こんにちは、トリーです。今日私ですね、ウムラレイ空港国際線ターミナルに来ております。もうご承知の通り、かなり、国際線の方もね増えまして、たくさんの海外からのお客様が来ております。で、今回何かと言いますとね、初めてバリ島に来た方、はい、国際線ターミナル着きました。じゃあどうやってホテルまで行こうか、バスとかね、タクシーどうなってんだろう、こういうことをねちょっと主に紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみます。はい、この柵の向こうが、はい、が通路になってます。ここからね税関を抜けると、ここのところずっと歩いてきます。で、一回ねこちらの方でねコンビニとか回って、ぐるっと回ってこっちに出てきます。はい、で皆さんこっちはねずっと出てくるんですけど、はい、まずねこうやって出てきますと、ずらっとこういうネームカードを持った人たちが並んでいます。はい、この人たちね、ホテルの送迎、あるいはね旅行会社、カーチャーター、こういう送迎の方々なんです。事前にホテルとか、カーチャーターとか送迎を頼んでいた方は、ここで皆さんね、こうやってガイドさん、ドライバーさんが待っていますので、自分の名前あるかなってずっと探してください。はい、では次にですね、いや僕はまだ送迎サービス頼んでないよって方、そういう方はねここにあります、はい、エアポートタクシーに行きましょう。エアポートタクシーはねここの通路を入ってきます。それでもこの通路にもながら送迎の方たくさんいますね。はい、名前もこうやって出してね、みんな待ってるんですね。はい、そしてねここまっすぐ行くと立体駐車場になるんですが、その手前にタクシーサービスのカウンターがあります。はい、タクシーサービス2つあります。こちらがですね、ウムラレイタクシーの、サービスなんです。メータータクシーになります。だからこちらで一応声をかけて、あのドライバーを呼んでもらいます。はい、そしてもう一つ向こう側のタクシー、今度別の会社になります。こちらはねメーターじゃなくてフィックスプライスって言って、どこまでいくらって形になります。はい、こちらがね大体の料金になります。はい、そして注意なんですけどね、メータータクシーを使うか、こういうフィックス固定タクシーを使うかってことなんですけど、料金はねそれほど変わらないんですよ。ただ空港乗り入れ費がね加算されてますんでね、ちょっと街中で乗るよりかは高くなります。その点は注意してください。それとですね、メーターはねやっぱご所持かと思うんですけど、渋滞にはまっちゃったらどんどんメーターが上がりますんでね、そういうことを心配される方はこちらのフィックス固定タクシーの方がいいと思います。はい、これがねエアポートタクシーです。で次にね、いやもうホテル近いから俺は歩いていくよと、あるいはこういう工場の中ね、エアポートタクシー高いから表でタクシー拾いたいよって方は徒歩で1回空港を出る形になります。でそれがねこの先が立体駐車場なんですけど、この立体駐車場を抜けて外に出る形になります。でその外に出るまでのね道順とか、外出てどこまで行ったらタクシー拾えるんだよっていうのはまた別動画で紹介しておりますので、そちらを参考にしてください。それでねタクシーといえば、はい、グラブタクシーがございます。グラブタクシーっていうのはね、オンラインタクシーですね。日本でいうとウーバーにあたります。昔バリにもウーバーあったんですけど撤退しちゃいましたね。今グラブっていうサービスになります。で以前はこのグラブタクシー空港内乗り入れ禁止になったんですけど、現在はこういう形で綺麗なラウンジもあり、ここでグラブタクシーを呼ぶことができます。ここグラブラウンジってラウンジです。はい、このねラウンジでね来るまで休憩もできますし、あとこうやってねスタッフの方もねいますんでね、いろいろ相談に乗ってくれます。でもちろんねここネット使えますんで、SIM カードないよって方でもね、ここからグラブタクシーを呼ぶことができます。で注意なんですけど、グラブタクシーここしか来ません。もっとね別の場所で呼んだろかっつって
例えば、上の階到着フロアで呼んでもね絶対来ませんので、必ずここで呼んで、ここから、ここが乗り口です、ここから乗るようにしてください。はい、こちらがグラブタクシーになります。はい、そしてもう一つ、次はねパブリックパスです。路線バスが出てるんですね。そちらの方を紹介したいと思います。ただこの路線バスなんですが、この国際線ターミナルではなく国内線ターミナルから出てるんですね。そのためにこれから国内線ターミナルに移動します。先ほどガイドさんがいたとこですね、こちら、はい、こちらからずっと左側にずっと移動していきます。実はこの空港内にもねエアポートホテルがあるんです。ノボテルっていうエアポートホテルがあるんですが、それこに行くにはここ左に入ってきます。そこは入らずにそのまま真っすぐ行きます。はい、ここまで来るとねパブリックバスサービスこっちだよって出てますんでね、このままここ真っすぐ行きます。で、駐車場とか道路を横切りますので、ちょっと車には注意してください。結構皆さん飛ばしてますんで。はい、もうじきドメスティックターミナルになります。はい、はい、こっからですね国内線ターミナル、ドメスティックターミナルになります。はい、ここの道もね結構車来ますんで注意してください。で、そこに書いてありますね、バス KSPN トランスメトロデワタっていうバスになります。はい、ということで、実はねここがバス停なんですよ。看板も何も出ていないんですけど、ここにトランスメトロデワタというバスが来ますので、ここから乗ることができます。で、このトランスメトロデワタなんですけど、時刻表っていうのがないんです。ただ20分に1本ぐらい来ますんでね、待ってばすぐ来ると思います。それとですね、ちょっと乗るためにはこういうマネーカードっていうのが必要になります。これは銀行、あとはコンビニ、インドマネットで売ってるんですけど、実はこの空港内では売ってないんですよ。っていうのは、今このトランスメトロデワタ無料なんですね。タダで乗れます。そういうことで、もしカードがなくても乗っちゃって、カードないよって場合、いよいよ乗ってってなりますので、そこはねとりあえずはカードなしで乗ってください。ただ今後このトランスメトロデワタが有料になったら、どこかでカードを売るかと思います。ではね、ちょっとこのトランスメトロデワタもうちょっと待ってきたら乗ってみようと思います。はい、スラマッシャーン、サリバヤーン、行け、ということでバス乗車しました。この路線ですけど、ウムララエ空港を出発してクタのセントラルパルクル、ここに寄ってその後デンパサール市内に入っていっちゃうんですね。ですので、そこから先ウブドに行きたいとか、あるいはサヌール行きたいってなりますと、そこの、セントラルパルクルクタで下車して別の路線に乗り換えると、そういう形になります。はい、ということで、セントラルパルキュルクタ、クタのちょっと外れになるんですけどね、でっかい駐車場の前に到着しました。で、私が乗ったバスはこのままデンパサール市内の方に入っていっちゃうんでね、ウブドに行きたいとかサヌール行きたいって方は、とりあえずここで降りてまたここから別路線に乗るという形になります。はい、ということで今回の動画は以上とさせていただきます。この動画が面白かった、役に立ったということでしたら、グッドボタン、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。また Twitter、Facebook、SNS で最新情報もアップしておりますので、こちらのフォローもお待ちしております。では次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。